ムシネバ第1回作品映画ギフトのトークイベント&先行上映会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行を務めますボーイズアメリーダー水野さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。松井玲奈さん、そして宮岡太郎監督です。拍手、盛大な拍手をお願いください。いやー、もうたくさんの方が来ていただいております。ありがとうございます。さあ、それではですね、お一人ずつこの映画が完成した感想と合わせて会場の皆様にご挨拶をお願いします。まずは本作が映画初出演で主演という大役を務めました松井玲奈さん、よろしくお願いします。はい、SKE48 乃木坂46の松井玲奈です。今回映画ギフトが公開になるということで、私の夢でもあったスクリーンデビューができることが今本当に嬉しく思っています。そのデビュー作がこのギフトという素敵な作品であることが本当に嬉しく思っているので、一人でも多くの方にこの作品を愛していただければいいなと思っています。ありがとうございます。本作が長編映画デビューになります宮岡太郎監督、よろしくお願いします。今回は本当にこんなに多くのお客様に集まっていただいて本当にありがとうございます。監督をしました宮岡と申します。この映画は2月冬の本当一番寒い時にクランクインしました。とにかく2回の大雪があって、他にも過密スケジュールだったり困難がいっぱいあったんですけど、本当に、俳優の方々の協力とスタッフの皆さんのチームワークでなんとか完成できたので、本当に感謝を申し上げたいと思います。松井さんに出ていただいて本当に強く思ったのは、やっぱりすごい芯が強いというか、演技のこういうキャラクターだっていうのがちゃんとしてて、遠藤さんみたいな大物が来てもそれをこうぶつけていくすごい力があるなっていうことにすごい魅力を感じました。あとすごく過密スケジュールだったと思うんですけど、セリフを絶対に覚えてくる、ほとんど多分セリフによる NG っていうのはなかったんじゃないかなっていうぐらい、ちゃんとやってくださったんで、すごい感謝したいと思います。見応えのあるいい作品になっていると思いますんで、今日は楽しんでいてください。ありがとうございます。そうですね、こう普段の私はこうアイドルとして活動しているんですけど、もういかにこう自分を可愛くとかよく見せるっていうことが重要になってきているんですけど、このスクリーンに映っている私は本当に目つきが悪くてですね、もうこれそうですねって言ったらちょっとあれですけど本当にでもそうです、はい、本当に目つきが悪くて、どうしちゃったんだろうこの子みたいな、自分自身が見ても心配になるような表情でずっと旅をしているので、なんかこう新たな一面がしっかりと出すことができたんじゃないかなと、思っているので、なんかこう自分の違う一面も受け入れてもらえるようになったらいいなと思いました。そうですね、難しかったことっていうのはそんなになかったんですけれど、その、キャバクラ嬢っていう役というか、職業がキャバクラ嬢っていうことで、その話を最初に聞いた時に、これは一回キャバクラに行って私も勉強しないといけないなっていうのを思ったんですけど、実際にそのお客さんにこう接客をするっていうところはなかったので、これはもうとにかく擦れた感じで行った方がそれだけを頑張ろうみたいな、そういうイメージを持って、はい、自分の中で本当にどういうなんていうんですかね、心に闇を持ってるのかとか、どういうふうにこう振る舞うのが自分の心の闇っていうのをどんどん表に出していけるのかなっていうところを作っていくのが、一番大変だったのかなというのを思います。グレたのって言われてすごくそれはメンバーからですか？いや、ファンの方からです。はい、って言われて行けないよみたいな、はい、でもちゃんと映画の撮影があってっていう話をしたら、はい、すごく喜んでいただけたので本当に温かいなと思ったんですけど、染めてみてなんかこうまた新しい自分だなとも思ったので、でも今もう黒に染め直したので茶色の私はこのスクリーンの中にしかいないっていう、ちょっとしたプレミア感もあるのかなと勝手に思ってます。
まあ、自分は本当に小学生の時から映画が大好きで、映画、はい、映画の生活だったんで、うん、はい、まあ、その夢が叶ったというのと、あとは、本当スピルバーグとかジェームズ・キャメロンみたいなエンターテインメントをやりたいなと、まあ、これからもやりたいなと思ってて、あの、純粋に本当お客さんが、普通に何も考えずに、難しいこと考えずに楽しめる映画っていうのをやろうと思って、本当に松井さんと遠藤さんの、あの、素晴らしい演技のおかげでそれができたと思ってるんで、あの、感無量です。あ、そうですね。まあ本当にこの映画は雨男と雨女しかいないんじゃないかというぐらい、スタッフがすごい、まずあの、ま、あの、僕がまずすごい雨男で、はい、あそこにいらっしゃるプロデューサーの村田さん、これ、赤いデルシャツの方ですか？はい。で、それを超越する凄さなのがこの人なんです。スーパー雨女。なるほど。もう8割ぐらいの確率で雨が降る、雪が降るっていう状態なんで、それをみんなでしのいで、なんか上になんか物をかぶせたり、あとはもう天候を味方につけろって言って、はい、思いきし雪をこう逆に、ね、ドラマ的に利用したりしてやってきたので、まあ、本当なんか天候が絡んだシーンっていうのは全部思い入れが強いシーンになってるんで、ちょっと注目していただければと思います。そうですね、天気のシーンは本当にたくさん出てきますからね。あの雪が積もりすぎてて、撮影したい場所に雪がありすぎて、監督があの一人で一生懸命雪かきをしてそういうところもしっかり自分でご自身でやられるということですね。そうなんですね。あの、山梨県のとある場所がロケ地に決まったんですけど、撮影の数週間前に150センチぐらい積もったみたいな、うわ、すごいニュースがあって、はい、まあ、3週間ぐらい経ってるから溶けてるかなと思って現場に行ったら全く溶けてない、このくらいの雪があったのを一人で雪かきしたという思いが、ね、遠藤さんはすごくこう刑事役とかこう固い役のイメージが多くて、はい、今回も結構理屈っぽい男性の役だったんで、実際どんな方なんだろうというふうに思ったんですけど、お会いした時からすごく気さくな方で優しくて、撮影の間もずっとおしゃべりをしてくださるような方でしたね。あの、遠藤さんが一番私に教えてくださったことで、嘘をつかないことっていう風に教えてくださって、芝居の中でその言うセリフに対して自分が納得がいかなかったりとか、どうしてこういう風に思うんだろうって感じたことはちゃんと自分の中で消化をして言葉にしないと、それが嘘になってしまう。それが見てる人にも伝わるから、必ず嘘のないようにお芝居をした方がいいよって教えていただいて、実際その言葉を聞いてから遠藤さんのお芝居を見ると、あの、ストレートに自分の気持ちとして言葉を発してるなっていうのを感じたので、すごくなんかそういうところを見習いたいなっていうのと尊敬をしましたね。もうそれはやっぱり、まあ、遠藤さんみたいな、なんだろう、あの、すごいある大物の俳優に、こう、新人である松井さんが、こう、ほんと立ち向かっていくというか、演技合戦を繰り広げてる、なんかそういう図が僕は、あの、見てて思って、それがなんか一番バチバチっていう、そのぶつかり合いだったり、あの、いろんなアドリブの試合だったり、そういうのが面白いなと思って、あの、見てました。あの、撮影が進むにつれて、どんどん二人のなんか、気とか、あの、コンビネーションが合ってきたりするところもあって、結構後半の物語の後半の方とか、二人がもうアドリブでずっとやってるような長回しとかもあるんですね。なんでその辺をちょっとどれがアドリブでどれが台本なのかって皆さんにもちょっと意識してみてもらえると面白いかなと思います。はい、今回の映画ロードムービーということで、私と遠藤さん扮する二人が、旅をしていく、その中でタイトルにあるギフトというのがどういうものなのかっていうのが明らかになっていくんですけど、皆さんも一緒に旅をしているような気持ちで二人に起きる出来事に一喜一憂していただけたら嬉しいなと思います。今回本当に、ロードムービーということでも面白いし、コメディーという見方もできるし、ヒューマンドラマとしても見れるし、まあ、サスペンスの要素もあったりして、いろんな要素があるんで、皆さんちょっと、いろんな、いろいろ注目していただいて、見ていただけたら面白いかなと思います。エンターテインメントの作品になっていると思うので、よろしくお願いします。そうですね、何をどうしようかないよいよ始まりますからね。そうなんです、いよいよですよ。私自身が今とても緊張をしていて、客観的に自分自身でこの映画を見ることがまだできなかったので、今日皆さんに初めて見ていただいて、きっとこの映画がどういうふうに映るのかなっていうのが自分で理解できると思います。
M シネマはここ愛知から始まって、愛知限定だけではなくて、その先にたくさんの場所でいろんな方に見ていただきたいと思う映画を育てていく作品になっています。ぜひ今日見ていただいた皆さんの中で少しでもこの作品をいいなと思った方には、ぜひいろんな方にギフトっていう映画がすごくいいんだよっていうことを伝えていただけたら嬉しいなと思います。最後まで映画楽しんでいってください。ありがとうございました。